いや、あのさ、部屋の模様替えをしてさ、今日。うん。それで一日もうずっとバタ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 してたから、もうなんかもう疲れきっちゃってる。お疲れちゃん。なんで今日はヨーグリーナです。皆さん生きてる？おい、寝起き。あ、おはよう。おはよう。おはようございます。そう、なんかね、反応的にあれブヤさんこれワンちゃん寝てんじゃねえと思った。私も思った、うん、なかなか返事返ってこねえなと思って。そうそうそう、危なかったんよ。あのね、9時11分に目覚ましかけてたんだけどね、うん、なんでか知らんけど11分にかけてたんだけど、うん、その1分は何やったんやろね。わからん。起きたら半だったんだよね。うん、起きれてよかった、うん、そう、起きれてよかったよ。危なかった。ステンバイの通知音で起きた。ステンバイっていう通知がピューンって二人から来て、私もおーステンバイってなった。ちょっとエンジンかかったらじゃあスタートしますかね。えい、うん、でもちょっとあの目の前に黒ラベルの缶を置いて今ね、もう20分ぐらい経ってるんで、もうそろそろちょっと我慢ができなくてですね。それは開けよ。開けていいでしょうか。すいません。乾杯するじゃん、先に。うん、いいっすか。え、みんな何飲み物持ってきたの？え、ヨーグリーナ。あ、ありがとうございます。今日もありがとうございます。あ、今日もね、あの黒ラベルでございます。ありがとうございます。ちょっと待ちきれなかった。ごめんごめん。ありがとうございます。じゃ今日私が持ってきた飲み物聞いて。何飲んでんの？水。水どうした？どうした？水飲んどんねん私。どうした？水だなんて珍しい。どうしたの？最近水かコーヒーか茶しか飲んどらんねや。おお、すごいね。あれ前何飲んでたっけ？逆に前なんかほろ酔いとかそういうの飲んでた気がする。あ、確かにそうだね。それかコーヒーかってイメージだわ。でしょ、うん、水。ウォーター。水1日2リットル飲まないかんね、私。もうお腹たっぽんたっぽんよ、もうたっぽんたっぽん。もともとそんな水飲む人だっけ？全然飲まんよ。水分は？水分、あ、でもコーヒー飲むからまあ言うて500か1リットル、500か1リットル飲むかなぐらい。あー、そっか、1度弱飲むかなぐらいかな。慣れてないときついね、やっぱね。食欲なくなったもんね、これで。あ、逆に良かったのか。でももともと言うてね、食欲そんなにあるタイプではなくて、うん、大丈夫かな。あー、ねえ、さよねーが落ちよったで。さよねーが落ちた。私の水トークで。水トークつまらんかったで。回線が我慢しきれなかった。回線が耐えきれんかった。あ、帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。帰り、この音なくなった。私の水トークはそんなにつまらんかったんか。違う。いいっすか、いいっすか、ちょっといい加減飲んでいいっすか。いや、飲んでから。乾杯。しまった。校長先生の話のくだりすればよかった。あの皆様いかがお過ごしでしょうか。この会におかれましては、なんかあれだよね、お忙しい運動会のさ、来賓の人の挨拶みたいになってる。なんかね、貴重なお時間を私のために割いていただき、本当に大変申し訳ないと思いつつも大変ありがたく思って。これそろそろ、あ、校長の話長いなってなるやつよね。そう。あ、大丈夫大丈夫、もうそういうのやってなくて大丈夫よ。やらなくて、待ってなかった、そういうの。もうだって入学式終わってるからね、世の中。まあそうだけどさ、のとっくに、うん、そうだけどさ、結構需要あったことない？あ、何？あ、ごめん、飲んでた。何？あ、ほんと？頑張れ。あれやね、うん、2リットル飲まないかんからやね。だけど、それはなんでって。
なんかもういいよ、そこはおばあちゃんだと思って辛抱強く何度でも問いかけるよ私は。あれやね、うん、トレーニング通い出したからね。あー、そういえばトレーニング、そうだったね。トレーニングをさ始めたって言うけど、え、なんで、あのプロゲーマーになるみたいな、あのマッチョ化計画みたいなやつ、もしかして実写やりたくて。おー、うんうんうん、実写動画。でもなんかさ、なんか勇気出ないじゃん実写動画って。大丈夫だよ、ブヤさん可愛いんだから。うるせえ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 、あーそのままいけるよ。黙れ黙れ黙れ、うるせえうるせえうるせえ、くしょが、何言ってんの、うるせえ黙れ、大丈夫、メディア受けするから大丈夫。あー、ハードルが上がっていく。姿勢がねあんまり良くないなとか、なんかスタイルなんて言うんだろう、なんか猫背だったりとかさ、なんか自分に自信がないんですよ私。もう本当にあれじゃん、なんかブーブーブーっていうあの美少女の姿勢みたいな感じじゃん。あの猫背、そうそう、あんなにお腹出てないけど。ちょっとこれを機にね、実はライズアップ通いまして、はい、ガチのやつやん、ガチのやつ、ガチで本気でちょっとねスタイル、なんていうの、スタイル改造しようかなと思って。だからもうトレーナーがついて、食事管理と、あと筋肉トレーニングしてみたいな。へー、初めてプロテイン飲んでる人生で、まあ、体脂肪率を落として、なんだろう、ほんとなんて、体を引き締めるっていうので結構利用するのが多くて、っていうのも、うん、ライズアップって実際 2,3 ヶ月なんだよね、短期間で。あ、そんな短いんだ。そうそうそう。で、なんか例えばダイエット目的で行ったとしても落とせる体重って言うて、健康の範囲内だから実はそんなに落とせなくて、何やるかっていうと、うん、習慣作りと、そのなんていうの、姿勢メイクみたいな、へー、姿勢良くしたりとか。いや素晴らしい。そうそうそう、筋肉つくでしょ、だっていい感じに筋肉つく、ね、美しく見える筋肉がつく。そうなの、美容用の筋肉つけてくれるから最高だよ。そう、いいの、最高だよ、筋肉最高。そう、どうしたなんで2回言った。え、どうしたん、どうしたん。自信ついたら実写やろうかなと思って。おお、もうじゃあ自信ないけど実写やってるよ、秒読みじゃん。え、そんなことないでしょうよ。いいじゃないの、いいじゃん、綺麗だから。いや、よくないよくない、私もいろいろやばいよ。綺麗だからうるせえお前、黙れお前、黙れお前、お前ら黙れ、うるせえうるせえ、ボケがボケがよ。え、実写って何撮ったら、撮ったらいいんだろうね、実際何するかだよね。何聞いてみたらいいんじゃないの。なんか変なの撮りたいな、なんか変なの、変なの撮りたい。なんか一人缶蹴りとか、なんか変なの撮りたい。寂しすぎるやろ。あ、一人缶蹴りね。いいかもしんないよ。ね、うん、美味しいよ。うん。なんでもリーさん受け止めてくれるから。いやでもどこを目指してるのと聞かれそう。そうね、何がしたいの。うん。筋トレがまた面白くて。はい。うん、そんなに大変じゃないけど大変な筋トレを1時間するみたいな感じなんだけど。へぇ、そう、背筋とか下半身とかメインでやってて今。へぇ、すごい楽しい。へぇ、楽しいって思えるのがいいよね。でもそうね、うん、トレーナーさんがね、うん、イケメンなんですよ。あ、そこか。それ楽しいっすね。そこか。なんかまあモチベーション大事だね。そう、うん、これもうライズアップ分かってんなーっていう感じなんだけど、うん、そう、イケメンのお兄ちゃんが一生懸命頑張ってください頑張ってくださいって言ってくれる。なるほどな。そう、そこ大事だね。確かに。お父さん以外の男性と久しぶりに喋りました。やっとやっと喋りました。ただそのお兄さん結婚指輪してます。あー、はい、目の保養としてね。はい、そうなんです。ね、個人的にはね、女の人の方が良かった。やりやすいのは女の人かな。全然女の人の方がやりやすい、正直、うん、ちょっと恥ずかしい。そうね、筋トレそうだね、うん、必死な顔になるだろうしね。そうそうだよね。そこ分かれるね、女性ね、同性がいいか異性がいいかね。そう、なんか